綺麗に削って。うん、だっていつ始まるか、うん、なんか準備パンタンな感じなので、いたしました。それではただいまから媽祖行列が中国へ帰るための出発式を執り行います。長崎ランタンフェスティバル媽祖行列2024年後日の荷主役は長崎青年協会会長鈴木秀樹さん、荷主夫人役は長崎青年協会野中吹さんです。媽祖様は長崎に滞在する1週間の間副祭事にお預けしておりました。本日はここ中央公園に副祭事の三浦修玄住職にお越しいただき、お預けしておりました媽祖様をお持ちいただいております。それでは三浦住職どうぞご入場ください。皆様、航海安全の神、媽祖様でございます。無事媽祖様をお迎えすることができましたので、ここで媽祖様に参加者全員で参拝を行います。会場の皆様もそのままの姿勢で結構ですので、鉄子の掛け声に合わせてぜひご一緒にご参拝ください。
ここで中国への出発を前に荷主が挨拶をし、それを交通事が通訳いたします。荷主の通訳を務める交通事役は長崎青年協会赤木幸人さんです。ニースーメン、シェンセンメン、ダーチャーハオ。みなさんこんにちは。フェイゼーガンシェ、ダーチャーヌライツエンジャー、チェンチューデンフェイ。長崎ランタンフェスティバルにおいでいただきありがとうございます。チン、ダーチャーシンシャン、チェンチューデンフェイ。長崎ランタンフェスティバルをどうぞお楽しみください。シェイシェイ、ダーチャー。ありがとうございました。これで帰国するための準備はすべて整いました。これからの媽祖行列が無事に行われるよう祈願して、鉄砲踊りと順風寺千里眼の所作を披露いたします。ペッコは長崎青年協会草野雄介さん、順風寺は長崎青年協会田中康弘さん、千里眼は長崎青年協会江崎孝則さんです。それでは鉄砲踊りを皆様にご披露したいと思います。この鉄砲踊りは本来行列の進む町の角々で魔を払うために行われるものです。皆様方の魔を払い、今年1年が良い1年でありますよう感謝の気持ちを込めての鉄砲踊りとさせていただきます。
鉄鋼踊りをご覧いただきました。続いて中国への航海の間、行列に災いが起こらないよう記念して、順風寺と千里眼の所作が披露されます。この順風寺と千里眼は魔祖様を守る役割をしています。もともとは悪さをする鬼だったのですが、魔祖様に教え諭され改心しました。皆様から見て右に立っているのが順風寺。大きな耳が特徴で、千里先の物音を聞き分け魔祖様に知らせます。左に立っているのが三つの目を持つ千里眼。魔祖様の進む先やその周りを監視し、あらゆる災いから魔祖様を守ります。
これで馬車行列の出発式を終了いたします。これより一行は眼鏡橋、浜の町アーケード、港公園、東陣屋敷、関内町の天保堂へて出発地である長崎甲子廟へと向かいます。馬車行列をご覧になられた皆様には馬祖様のご利益があることと思います。皆様の今年一年のご健康とご発展を馬祖行列一同心からお祈り申し上げます。Thank you.